近所にお化け路地裏と呼ばれる両隣を高い石塀に囲まれた狭い路地がある。廃屋のある猫の額ほどしかない丸い土地を入り口のない石塀が囲っている。その周囲をまた同じ石塀が囲み、丸い路地を形成している。実はその路地にも入り口がない。それなのに、時たま誰も入れないはずの路地裏で、子供たちの遊ぶ声が聞こえてくる。多分、石塀をよじ登って侵入してるんだろうなと、漠然と思っていたが、どうやら噂話によれば違うらしい。路地裏に通じる階段があったとか、石塀に子供が横ばいになり、やっと通れる隙間があるとか、マンホールから出入りしているとか、大人が気づいていないだけで、入れるルートがいくつか存在するらしかった。散歩がてらこの噂を思い出し、俺はお化け路地裏を検証してみることにした。間近で見てみると、石塀は予想以上に高かった。周囲にははしごも見当たらなかったが、これは仮にはしごを持ってきても恐ろしい高さだ。多分これは今の子供はやらないだろう。自分の説は否定された。石塀をくまなく調べて何周もしたが、横ばいになって入れる隙間はどこにもなかった。この説も論外。次に階段だが、外側から見える部分には何もなかった。おそらく、この説もデマの可能性が高い。そして、最後の可能性。そう、俺は、石塀の真横にあるマンホールの内部を冒険することに決めた。人通りの少ない夕方を狙ってバールで蓋をこじ開けた。マンホールは容易に開くことができた。つまり普段何者かがここから頻繁に出入りしているのだろう。懐中電灯で内部を照らす。下水道内部には子供のものと思われる石で書いたような落書きがびっしりと書き込まれていた。錆びたはしごを使って降りていく。案の定マンホールはお化け路地裏にまで続いていた。お化け路地裏というだけあって、本当にドーナツ型の閉鎖道路が石塀に囲まれているだけだった。数分散歩して満足した俺は、マンホールの蓋を探した。おかしい。どこにもマンホールの蓋が見当たらない。唐突な恐怖に、ちびりそうになった。外側の石塀は表面がツルツルしているし、高すぎて素手でクライミングして越えるのはまず無理だ。内側の廃屋に目をやる。だいたい3階建てだろうか。見たのは初めてだが、薄気味悪さは桁外れだった。あそこにはしごがあればいいのだが、内側の石塀も高いが、越えること自体は外側ほど困難ではない。なんとか内側に着地する。ぼうぼうの雑草のおかげで怪我はしなかった。間近で見ると
肺翼はさらに薄気味悪かった。玄関は容易に開いた。どうやら施錠はされていないようだった。肺翼内部は外観とは裏腹に気持ち悪いほど小綺麗だった。しかし不思議と薄気味悪さはより増した。こんな場所で返事が返ってきたら嫌なので挨拶もしなかった。廃屋中を散策し、はしごやロープなどを探す。一階から三階までくまなく調べたが、使えそうなものは何一つ見当たらなかった。憔悴して一階まで戻ると、足元に何か違和感を覚えた。最初は気づかなかったが、床にタイルの色が違う部分があることを発見する。これが違和感の正体か？まさかと思って、その床のタイルをすべてひっぺがしてみると、血のように赤い錆に覆われた階段が地下まで続いていた。懐中電灯をつけて、階段を降りていくと、石で書いた落書きが目に飛び込んできた。さっきの下水道にたどり着いたようだ。自分の通ってきたルートを思い出しながら下水道を進んでゆく。あっさりとさっきの錆びたはしごのある入り口にたどり着いた。その日は疲れたので、そのまま家に帰った。次の日、俺は食料やら縄ばしごやらの重装備に身を包み、再びマンホールに挑んでいた。どんなに下水道内部を調べても、昨日の赤錆びた階段は見つからなかった。反対に、お化け路地裏へのルートは通じている。俺は命綱として入り口から垂らしてきたロープをお化け路地裏のマンホールの穴に通してきつく結束した。お化け路地裏から石塀に縄ばしごをかけ、再び廃屋へと入っていく。錆びた階段を降りていくと、また下水道へと続いている。命綱を階段の手すりにぐるぐる巻きに結束して下水道に戻る。懐中電灯をつけると、自分の目を疑った。その地下には数十個もの階段と扉があった。その中の一つを開けてみる。やはり同じ廃屋のあるお化け路地裏に通じていた。が、縄ばしごや命綱は見当たらない。証拠写真を撮ろうとしたが、スマホはなぜか故障していた。わけがわからない。命綱をたどって、家に帰ったが、この家は本当に俺がいた世界なんだろうか。これ以降、俺がお化け路地裏に関わることはなくなった。小学生の時の話。私が住んでいたのは瀬戸内の小さな島だったが、そこに一軒のあばら屋があった。
もうずいぶん長いこと空き家のようで、家の中は荒れ果てており、私たちはその家を勝手に幽霊屋敷だと呼び合っていたのだった。ある日、その空き家を探検しようということになり、私を含む数人のグループでその家の中に入っていった。古い家なので玄関は引き戸で、錆びついていたのかどうやっても開かなかった。仕方がないので裏庭の方に回り込み、どこからか入れるところがないか探すことにした。裏庭に行き、私たちは一瞬息を呑んだ。地面が赤い。まるで赤いペンキをぶちまけたかのようだった。真っ赤というわけではなく、どす黒い嫌な色の赤だった。私たちは運よくその勝手口から家の中に入れることに気づき、中に足を踏み入れた。人の出入りが長い間なかったのだろう。室内の空気はひどくよどんでおり、ほこり臭かった。暗かったので、はじめはわからなかったのだが、暗さに目が慣れると、その家の壁中に、先ほど見た裏庭の地面と同じような赤いシミが、びっしりとこびりついていた。シミの具合から、それは随分前にその壁に付着したもののようだった。私たちはさらに家の奥へと足を運んでいった。今のような場所に出た。この部屋は赤いシミが一段と濃く染みついていた。今の中央には縦幅1メートルほどの小さな箱。まるで風呂桶のようなものがポツンと置かれていた。その箱には蓋がかけられていて、いかにも何かが入っているようで、私たちは興味を惹かれた。おい、お前開けろよ。リーダー格の少年が私にそう言った。私はひどく恐ろしかったが、好奇心がそれを上回っていた。私はそれほど重くない蓋を持ち上げて中を覗き込んだ。中に入っていたものを見て、思わず、うわーっと叫び声を上げた。中に入っていたもの、それは生き物のミイラだった。しかもその生き物は明らかに人型をしているのだ。ミイラは2体その箱の中に入っていた。全長50センチぐらいの不気味な人間だった。人間のはずはないが、人間にしか見えなかった。七八頭身。赤子や猿のものではなく、ましてや人形というにはあまりにも精巧な姿形をしていた。指先の爪は鋭く、また牙のようなものが口から覗いていた。小人のミイラ。そう呼ぶしかないものがそこにはあった。私たちはあまりの恐怖にたまらずその場から逃げ出してしまった。ミイラ、つまりは遺体である。そんなものを見つけてしまったのだから、私たちはすぐさま大人たちにそのことを告げて、一緒に来てくれるように頼み込んだ。だが、大人たちは、
誰もそれを信じてくれなかった。ただ奇妙なことに、お年寄りのおじいさんたちだけは、厳しく私たちに、二度とそこへは行くなと言うのであった。翌日、そのミイラを再度確かめるため、私たちは再びその家へ向かった。今度は先輩たちも呼んでおり、合計15人ぐらいはいた。さすがにこれだけの大人数なら怖くはなかった。そしてそのミイラはやはりそこにあった。今度はじっくりとそれを観察した。人形ではない。その場の全員がそれだけは確認し誓い合った。それから1年もしない間に、その空き家は取り壊されて、今では立派な観光ホテルがその場所には立っている。そのホテルを見るたび、私は少年時代のあの不思議な経験をありありと思い出す。